では、文献紹介始めたいと思います。今日紹介する論文は、テマティッククラスタリング Convolutional Neural Network for Short Caterization ということで、こちらの文献について紹介していきます。で、今言った論文がこちらになっています。IJCNLP ですね、のショートペーパーの論文となっています。はい。で、論文の概要です。基本的に短いテキストっていうのは、文脈が非常に欠如していることから、意味が曖昧であったり、そのテキストが正しく分類できなかったっていう問題が、あります。そこで筆者らは意味的クラスタリングと、畳み込みニューラルネットワーク、CNN ですねっていうものを用いて、テキスト分類をするモデルを、作成しましたっていうような形になっています。で、実際のタスクで検証をしたところ、文書分類のタスクにおいて、高い精度を記録、既存の手法に比べて高い精度を記録したということを報告しています。はい。まず導入について、簡単に説明していきます。従来の、バックオブワーズなどを使った、手法をその短い文章の、分類に用いると、意味の曖昧性だったりデータスパースネスっていうことが、問題になってしまいますと。で、それらの問題解決のためにさまざまな手法が提案されています。例えばその LDA であったり、BTM であったりっていうものが、存在するんですけど、それらは、依然としてテキストを、バックオブワーズのような形で処理しています。はい。で、そこに新星のごとく現れた、ワードツーベックっていう手法があるわけですけど、例えばそのジャーマニープラスキャピタル、首都ですねっていうのを、足してあげたときにベルリンっていうものが非常に近くなってくれるっていうような、意味的な単語の意味的なものを意味的な特徴を捉えてそのベクトル空間に配置してくれるっていうことで、非常にいい精度が出るっていうことが、言われています。で、そこで筆者らはこのワードツーベックのベクトルっていうものと、さっきも言ったCNN っていうものを組み合わせて、短いテキストに対してより精度よく、カテゴライゼーションができるようなモデルっていうものを提案しています。はい。で、理論の説明に入っていきます。まず筆者らは、この手法の一番最初の段階として、ワードツーベックで学習させたベクトルっていうものをクラスタリングしています。で、その際にファストクラスタリングアルゴリズムっていうものを用いているんですけど、ちょっとその説明は後にします。で、実際にクラスタリングするとどういう風になるかっていうのが、こちらの図になっていて、ちょっと重なってて全然よくわからないと思うんですけど、似たような単語っていうのが、クラスターとしてまとまっているっていうようなことが確認できるのかなっていう風に思います。で、先ほどクラスタリングしたものっていうのを、意味的構成についてその N グラムの単語を含む埋め込みで、適用させて、セマンティックユニットと呼ばれるものを、検出、抽出ですね、をしますと。で、そのセマンティックユニットについて、域値、ある一定以上の近いセマンティックユニットについては CNN に入力、そうでないものはドロップアウト除外するみたいな形の処理をして、より精度よく短いテキストを分類できるようなモデルを構築しています。ここら辺の説明はもうちょっと後で詳しくします。で、まず一つ、クラスタリング、この手法をまず一番最初にそのクラスタリングをしてセマンティックユニットを作るっていうところから、入っているので、そのセマンティックユニットを作る上で、どのようにクラスタリングをしているのかっていうものについて説明していきますと。で、基本的にこの2つの式っていうのを用いて、その単語と単語の位置的な関係を作ってあげて、それをクラスタリングするっていうような形になっています。で、上の式がこの、密度と呼ばれるようなものなんですけど、その単語埋め込みのベクトル空間上におけるその単語 DJ の距離から、その域値みたいなものを引いて、これらをその J っていうのを立ち上げたが、単語 I に関する I の部分での密度ですね。単語 I の部分での密度っていうのが、このような式で計算できるような形になっています。で、それと合わせてその密度の高いところからの距離みたいなものを計算してあげて、最終的に、
まあ、単語と単語の、関係っていうのを、まあ、うまく抽出してあげるような形になっています。で、まあ、先ほどの図にもあったと思うんですけど、まあ、この上の方のローっていうのが、まあこっち側のグラフの下の軸の方で、シグマの方が、こっちの縦軸になっていますね。まあ、こういう形になっていて、まあ このような図に基づいてクラスタリングをして、最終的に、まあ、このようなクラスターが得られるっていうような形になっていますと。まあ、このクラスター一つ一つが、まあ、セマンティッククリークと呼ばれるもので、まあ、セマンティックユニット、これをちょっとこう変換することでセマンティックユニットっていうものを作っています。はい。で、まあ、そのセマンティックユニットっていうのを作ってあげたんですけど、まあ、実際にどのように、まあ、それをCNN に適用っていうか、まあ、入力するので、まあ、どのように入力しているかっていうのを説明が、まあ、こちらの図になっています。で、まあ、例えばその The cat sat on the red mat っていうものであれば、例えばその The cat っていうのがあのこのセマンティックユニットに通ずるものがあるから、まあ、これとこれ、これはこれとしてこのセマンティックユニットとして入力をしてあげるとか、On the redマットっていう単語があったら、そのオンザレッドマットっていう単語がこっちのセマンティックユニットに対応しているから、このセマンティックユニットを入力してあげるような形にしています。で、まあ、それを畳み込んでマックスプーリングしてソフトマックスで確率、まあ、計算してあげるっていうような形になっています。はい。で、まあ、この説明で一番重要になってくるのは、そのこのザキャットサットオンザレッドマットのその、まあ、これワード2ベック のベクトル一つ一つなんですけど、まあ、そのベクトル一つ一つをどうやってこのセマンティックユニットと対応づけるかっていうところに、まあ、一番その本章で、まあ、説明した部分なんで説明をします。はい。で、まあ、その短いテキストからどのようにセマンティックユニットを見つけるかっていうことなんですけども、まあ、具体的にはこういう式に基づいて、セマンティックユニットっていうのを、まあ、計算してあげています。で、まあ、ちょっとこう式を見ると、まあ、ちょっと分かりづらいなっていうふうに思うんですけども、まあ、一言で簡単に言うと、単純に窓幅を変化させていって、まあ、この下に書いてあります、ね、M is the window width of the window matrix Ewin って書いてあって、そのM っていうウィンドウサイズを変化させていきつつ、そのベクトルを単純に足し合わせてあげるんですね。で、まあ、このここが足し合わせる部分になってるんですけど、足し合わせてあげて、その足し合わせたベクトルとセマンティックユニットのベクトルの、まあ、距離っていうのを測ってあげるんですね。で、その距離を測った時に、ある一定の式位置以下のものについて、距離が短いものですね、そのユークリッド距離を計算してあげているんですけど、まあ、そのユークリッド距離がその SU とセマンティッククリック、さっき あの単語 このクラスタリングのこういうものが出てきたと思うんですけど、の距離を計算して、まあ、一定以下の式位置のものっていうのをセマンティックユニットとして CNN に入力してあげるっていうような形の手法をとっています。で、そうでないものはまあ入力しない、まあ、当然なんですけどっていうような形にしてなっています。はい。で、まあ、手法としてはコンボリューションと、まあ、Kmax プリンっていうのがまああるんですけど、まあ、ここでは、まあ、説明は省略します。はい。で、諸分類で、まあ、彼らは、まあ、当然なんですけども、この自分たちが作ったモデルっていうのを評価してあげています。で、まあ、評価に使うタスクなんですけど、まず一つが Google スニペッツという呼ばれるもので、まあ、8カテゴリーにテキスト、短いテキストを分類するようなタスクになっています。で、1スニペットあたりの平均単語がだいたい 18.07 と、まあ、文脈的にはなんだろう、まあ、少しやっぱり短くて、背景的な部分を、まあ、うまく捉えてあげないと精度が上げられないようなタスクになっています。で、もう一つが、まあ、トレックですね、すみませんと呼ばれるもので、まあ、これは質問のデータセットになっていて、まあ、6個の質問のタイプがあるので、まあ、それらを正しく分類してくださいっていうようなタスクになっています。で、まあ、実験に際して、そのベクトルモデルっていうのをまあ構築してあげなきゃいけないので、まあ、彼らは、
この上のような、センダーっていうものとグローブっていうものとワードツーベックっていうものを、まあ、使ってあげて学習させてあげて、それをあの評価に使っています。はい。で、まあ、その評価の実験の結果がこちらになっています。で、このスタン、あ、すみません、セマンティック CNN っていうのが、まあ、ヒッシャラが考案したモデルになっていて、まあ、DCNN からしたっていうのが既存のモデルの、まあ、精度の値になっていますと。で、まあ、値を見ると、まあ、まあ、Google スニペットにおいても、そのトレックっていうあのデータセットにおいても、セマンティック CNN のヒッシャラがあの考案したモデルの方が、まあ、高い精度を記録しているっていうことが、まあ、わかります。で、まあ、Google スニペットの場合は、ワードツーベックが一番精度がいい精度を記録していて、トレックの場合はその グローブっていうものが一番高い精度を記録しているっていうことが、まあ、この表から見て取れるかなというふうに思います。はい。で、まあ、このグラフは、まあ、それちょっと2つ図が入っているんですけど、上の方のグラフは、窓幅を変化させていた時の、まあ、この式でその窓幅の M の値をまあ決めてこうずらしていって足し合わせたものをセマンティックユニットとしているんですけど、まあ、そのセマンティックユニットを、まあ、どういうふうに、セマンティックユニットを作る時の窓幅のサイズですねっていうのを変化させていった時の精度の変化っていうのを、まあ、ここで見ていますと。で、まあ、結果から言うと、まあ、短すぎてもダメ、あのここが1なんですけど、短すぎても精度が良くなくて、まあ、長すぎてもダメっていうふうに、まあ、この結果から言えると思います。まあ、っていうのは、まあ、当然なんですけど、短すぎるとその意味的な背景を捉えるのにあの複数単語を使った方が当然そのいいものっていうのも 複合名詞みたいなものも当然あるので、あの一つだけだと意味的背景を捉えるのには不十分であると。逆に窓幅を増やしすぎるとノイズが多くなってしまって正しいセマンティックユニットとして、まあ、持ってこれないので、まあ、精度が下がっているっていうふうにヒッシャラは考察していますと。で、下の方は、セマンティックユニットっていうのを、まあ、作るときに、この候補となるセマンティックユニットとセマンティッククリーク、クラスタリングの結果ですね、の距離を計算して、まあ、一定式位置以下のものを、まあ、セマンティックユニットとして CNN に入力してるんですけど、その式位置を変えていったときの変化を見たものが、まあ、こちらになっているっていうような形になっています。で、まあ、こちらも基本的には同様で、まあ、なんか低すぎてもダメだし、高すぎてもダメ。で、それぞれのモデルにおいてあの適切な設定を、まあ、することが高い精度を獲得するために必要であるとヒッシャラは述べています。はい。で、まとめになるんですけど、まあ、短いテキストにおいて、クラスタリングと CNN を用いて、まあ、高い精度で分類できるような、モデルを構築したっていうのがヒッシャラの貢献になっています。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。